に行ったお土産になんかねくれるっていうのをなんか勘違いしてたんですよ。こんにちは、みほです。今日はですね、9月のお気に入りを紹介したいと思います。なんか10月1日になった途端に YouTube のトップ画面見てたら、いろんな YouTuber さんがなんか9月のお気に入りってダーって出てきたんで、私のおすすめに、なので、あ、そういうのって人気ある動画なのかなと思って、ちょっとね、私のお気に入りなんか重要あるかわかんないんですけど、ちょっと紹介してみたいと思います。で、8月にこれ1回やってるんですね、初めて。で、その時にまあいろいろ考えたことがあったんですけど、まあ、ランキングにするっていうのは、その時も言ったんですけど、ちょっとねランキングつけること自体がジャンルバラバラのものが多いんで意味ないなと思いまして、ランダムに気に入ったやつを紹介します。で、メインとしては9月に買って9月お気に入りやなっていう思ったものを紹介しますね。はい、ではですね、一番最初はこれです。ラシャスリップです。これね、さっき買ったものでって言った初っ端からちょっと覆すんですけど、これねプレゼントでいただきました。はい、ラシャスリップっていうリップはリッププランパーとかリップ美容液なんですね。で、唇がぷっくりしたりツヤツヤになったりケアしてくれるやつなんですけど、アメリカの製品で、日本だったら、私は初めて見た時歯医者さんで見たんですね。歯医者さんの受付にこう立ててて、どうぞ試してくださいねってあって、それがね、歯医者さんでは定価で売ってたかなと思って、めっちゃ高かったんですよ。これね、8000円か9000円ぐらい定価でしたんです。もうちょっとしたかな、いや、ちょっと忘れたんですけど、で、まあそれはその時に試させてもらってちょっと考えようと思って、めちゃめちゃ良かったら買うけど、リップ8000、あ、リップ美容液8000円って高いなってちょっと思っちゃって、で、それで買わずにいたら、友達と唇ケアの話を LINE でしてた時に教えてくれたんですね、これが良かったよって。で、なんかね、その時に私勘違いして、その友達が海外に行ったお土産になんかねくれるっていうのをなんか勘違いしてたんですよ、話のね、友達は紹介しただけのつもりやったのに、私はお土産にくれるって思ってて、これほんまずうずうしい話なんですけど、くれるんやったっけみたいなのね、後から LINE で聞いたんですよ、もう1ヶ月以上経ったから。そしたら、あ、ごめん、なんか紹介しただけのつもりやったって言ったんですけど、なんとね、誕生日プレゼントにねくれるって言ったんです。で、私の誕生日1月8日なんですね。1月8日ってキム・ジョンウンさんとか小泉純一郎さんとか同じ日なんですけど、その日、1月ってまだまだ先やったんですけど、誕生日まで待っとくって言ったら、その友達が、でもすぐ欲しいんやろってはい、だけど、まあ我慢、それを目標にね、生き延びるから、生きる目標にするから頑張るって言ったんですけど、ランチ行った時にサプライズでくれました。本当にありがとうございます。もうそれからね、めっちゃ気に入ってる。なんかね、人がね、いろいろいいって言ったコスメも自分で合わんことってあるじゃないですか。で、特に唇関係って皮膚というかね、ここ粘膜の弱いところやから、すぐ皮むけしたりするんですね。私はお肌はかなり強い方で、もうどんなもの使っても、まあ、大概いけるんです、このお肌が。これはね、もう遺伝やと思うんで、お母さんお父さんありがとうございますなんですけど、それでも唇はね荒れることがあったんですね。でもこれはぷっくりなるし、ツヤツヤが結構続くのに荒れなかったんです。同じ系統の商品としてはリップマキシマイザーっていうのがあると思うんですけど、あれはね、なんか私はちょっと皮むけてか、ミントの香りもきつすぎて、これもねプランパーでミントはするんですけど、時間が経つとね、なんか和らいできた時にまだ落ちてないんですよ。
ツルツルツルプルプルが、うん、でやっぱ人気なだけあるなって思いました。あ、人気って高い、うん、だけあるなって思いました。でね、色が結構いろいろあって、透明なのもあります。でラメだけのもあったかな、うん、で見た目が赤色っぽいのもあるけど、やっぱりあのつけたら透明っぽくなるから、そんなにね色変わらん気がする。どれ選んでも歯医者さんで12色ぐらいあったんかな、試させてもらって、あの手につけたんですけど、あんまり変わらんかったですね、どれも。で私は PK325 っていうピンク色にしてるんですけど、これはねその友達も使ってる同じ色にしました。はい、これじゃあなんかちょっとつけてみようかな。まあ今ねこの画面越しで、しかもちょっと今照明つけてなくて自然光なんで、まあ分からんとは思いますけど、ちょっとつけてみます。今つけてないんで、何も朝起きてご飯食べて、どうしよう、なんかひげ生えてるかもしれへんな。アップにしたらひげ映る、よいしょ、アップ、こんな感じ。うん、これがあの PK325 番です。はい、これがすごい9月に買ってないけど私の元にやってきてくれて、あ、幸せっていうアイテムの一つです。はい、次2番目ですね。それはエアウィーブです。これでかいからここに見せれないけど、別の動画でねやってるんで、その時の開封の様子はその動画で見ていただけると思うんですが、ベッドを全シャリして、はい何で寝ましょうか、布団ですっていう風になった時に、増税前っていうこともあって、思い切ってエアウィーブの敷布団っていうのを買いました。これね寝てみて、説明のところに最初はね体が痛くなって、なんか筋肉のね筋肉痛みたいになることがありますって書いてあったんですけど、私はねその寝て 2,3 日はもう絶好調っていう感じがして、4日目ぐらいからちょっとなんか痛かったんですね。でも今はまた復活というか心地よい感じになってきました。うん、布団なんで膝がなんか痛いとか膝にね問題がある人はちょっとね立ったり寝たり起きたりっていうのがしんどい時ところがあるかもしれないんですけど、私は今のところまだねそこまでちょっと膝にね膝軟骨まだ持ってるんで大丈夫でした。で朝起きてやっぱり布団をね、私ちゃんと畳んでないんですよ、もうパターンってねやってるだけなんですけど、で端っこに寄せて、まあ、掃除機かける窓開けるみたいな、それだけですごいね寝室の空気が変わったっていう気がします。うん、今全シャリをやってるんですけど、やっぱり睡眠の質っていうのが空気の綺麗さに比例するって言われてるんですね。睡眠の質が良ければ別に長時間寝なくてもいいらしいんです。うん、それのことが実際体感してるのか分かんないけど、最近ね4時半とか5時に自然にねパチって目覚めるんですよ。うん、これがねなんか不思議、しかも朝元気、今までめっちゃ朝だるくて今日も一日始まるんかみたいなテンションが多かったんですけど、もうそれがねなくてね、まあ、すごい朝がねわーっていう気分になってます。うん、まあ、もともと岡山が晴れの国って言われるくらい雨の日が少ないんですね。今日は雨降ってるんですけど、台風来てて、でも晴れの国やからかな、なんかねうつ病発生率も全国の下から3番目ぐらいなんかな。うん、晴れの国で気分はやっぱりねいい気分でいるのか運を引き寄せるとか、そういうのにも本当直結することなんで、私はエアウィーヴに変えて布団を畳、空気を入れ替え、そういうね空気のね綺麗な空間の寝室にするっていうことを今頑張ってます。まだねちょっとね洋服とか全然整理できてなくて完璧ではないんですけど、はい、またねその全シャリの様子もね動画にしようって考えてるので、引き続き頑張っていきたいと思います。
はい、2番目に、2番目というか2つ目に良かったのはエアウィーヴの敷布団です。はい、はい、次ですね、次にお気に入りはこれです。 iPhone 11 Pro ですね。で、今この動画はこれの前に使ってた XS で撮ってるんですけど、でこれでね撮りたかったんですけど、一昨日から真っ暗になってます。これなんかね、さ、昨日上げた動画のね雑談でも言ったんですけど、なんかちょっと故障が壊れたっぽいんです。今ね真っ暗で、これ何もしてなかったら電源充電はあったはずなのに真っ暗の状態で、ライトニングケーブルでパソコンとか充電電気につないだら、アップルマークと黒画面がこの状態が交互にゆっくり、まあ点滅、ゆっくり点滅にずっとなるんで、昨日電話してアップルサポートで電話して、まあ今日修理のね窓口の予約取ってもらったんで、直してもらいに行こうかなと思います。でもこれ本当にカメラが良かったです。あと10S からこれに移行するときに、私7から 10S にするときにね、アプリ全部なんか入れ直したんですよね。なんかそれも自動的にできるのかもしれないんですけど、ちょっとやり方が分からなくて、でもこれをね買って SIM カード入れ替えて、なんかあれ引き継ぎ、データ引き継ぎみたいなやるときに横に置いとくだけで、画面とかの設定もアプリも全部そっくりそのまま同じ状態になってたんです。LINE のトーク履歴とかも消えなくって、写真も写真、フォトかな、写真フォルダアルバムかにもうそっくりそのまま同期されてて、もうびっくりして、楽すぎて、こんなに楽やったんや機種変更ってみたいな、うん、今まで、ね、機種変更ってあなんかめんどくさい設定がとか全部思ってたんですけど、全部ねそのままになってました。あーびっくりした。多分ね、あ、ちょっとその時確認しんかったんですけど、アラームとかそういう設定もそのまま載ってた気がするな。うん、もう楽すぎてびっくりしました。はい、でもうカメラがめっちゃいいっていうのがお気に入りです。初めてねこれ黒にしたんですよね。ここのね3つのタピオカカメラが見た目気持ち悪いっていうのが事前の話題であったんで、いつもやったらゴールドにするけど、私はこのブッチブチが目立たん黒にしてみました今回。はい、ちょっとでも重いね、うん、10S とかより全然重さがあります。はい、次は、あ、取ってくの忘れた、まあいいや。4つ目はでん、これです。本ですね。翡翠光太郎さんの物の見方検定です。これね、これはお店のお客さんに教えていただいたんですけど、もうね、潜在意識の勉強をずっと私勉強というか研究してるんですけど、やっぱり潜在意識変わらないと現実は変わらないっていうのがあります。潜在意識で見えてるものが現実化して自分が受け取ってるっていうことなので、自分が発信している感情イコール自分の目の前の現実っていうことになるんですね。これちょっとね、ちょっと脱線してるからはーっていう人多いと思うんですけど、で、何が言いたいかというと、物の見方を肯定的にするっていう秘訣が書いてあります。うん。検定っていうやつなので、最初にこういう状態の時にあなたならどう考えますかみたいな形があって、なんだろう、成功してる人とかハッピーな人、夢を叶えてる人はこういう見方してるんだよみたいな実例が載ってるんですね。でちょっとね見せようかな。うん、結構ね隙間多いっていうか字がねゆったり入ってるので読みやすいと思います。うん、ほんと衝撃的。例えばね、なんやろ、すごいね借金背負っちゃったっていう時にどう捉えるかとかね、まあ実例としてはね、なんか矢沢永吉さんがね借金を背負った時の話
出てきてたんですよ、うん、なんかねすごい騙されて30億の借金を背負ってしまったらしいんですね。で、あの普通の人やったら30億ってへーってなると思うけど、矢沢さんはその思考の切り替え、物の見方の捉え方の切り替えをして、もうね開き直りに近いかな、その、うん、考えでもう借金返済しちゃったんですよね。まあ、あれだけで、ね、スーパースターやから、まあ、お金はね収入は多いかなって普通まあ分かるんですけど、それにしたって30億じゃないですか、ね、普通の人一生やっても稼げへんみたいな感じでね、その時点でもう諦める感じやけど、それのね見方、自分自身が変わったら周りが変わるっていうことの、あの本当にバイブルかなっていうふうに思います、うん、ここね最悪は 0.1 秒で最高にできるってあるんですけど、落ち込むも元気になるも、まあ人に頼って励ましてほしい時ももちろんあるんですけど、結局はね自分次第かなっていうふうに思いました。なかなかね私もあの普通の人間、下界の人間なんでできないけど、まあ、こういう本でね日々あのなんか勉強し直して自分を、うん、高めていきたいなっていうふうに思っています。はい、これはとってもおすすめの本です。定価は1500円ですね。はい、翡翠光太郎さんの物の見方検定でした。次は靴なんです。あ、靴じゃない、この靴紐です、うん、見えるかな見えないかな。これね靴紐なんですけど、こう一本一本バラバラなんですね。で紐なんですけど、紐っていうかね、何やろこれ、シリコン素材っぽいものになってます。でここからここの一本一本一本って感じで、穴に通して釣り針の先っちょみたいにこう引っかかるようになってるんです。で一回通したら、まあ、まあまあ外れにくい感じになってるんです。ちょっと写真ねこの辺貼ります、こんな形。はい、でこれがね結ばなくていいし、適度にフィットするように、あの色の長さがあって自分で調節できるんですね。私足がめっちゃちっちゃくて、まあスニーカーだと 21.5 ぐらいですね、パンプスだと 20.5 ぐらいじゃないとブカブカになっちゃうんですけど、これはね 22.5 なんかな。なんか足がめっちゃ大阪で痛くなって買いに行ったんですよ、大丸に。でもうね 22.5 からしかないって言われて、いつもやったらキッズコーナーで探すんですね、靴は。なんですけど、そう、大丸で子供靴売ってるコーナーが分からなくて、いつもの、レディースのコーナーの靴のところで、これがもう可愛くてもう 22.5 からしかないですって言われて、で紐でねその時調節してもらって、なんかいけそうやったんで買ってきました。でもやっぱりフィット感がねあれなので、いろいろゴムの結ばないというか、結ぶんだけどゴムの靴紐とかしたんですけど、ゴムやったら甲にギューってなりすぎて、めっちゃなんやろ圧迫感というか、甲がねちょっと痛かった時があったんですよ。それも、ま、調整加減かもしれないけど、それでねこれ安かったんで試してみたらすごい良かったんです。うん、もう紐がねないんですっきりしてるし、あ、そうそう、足小さい人あるあるやと思うんですけど、ここのねくくった紐がめっちゃ余りませんかね。ね、それみんなどうしてんのやろ。私これのねついてたやつをね、それでギューってやってね、先っちょのなんかビニールみたいな巻いてるとこ切っちゃったりもしたんですけど、もうどうしてもねそれでもね納得できなくて、もこれに変えました。うん、これはね私はすごい良かったです。ゴムほどギューってならずにフィットしてくれるんですよね。で結び目がない、うん、のが良かった。これなんていう名前なんやろ、ちょっと調べて一
般名称こういうやつっていうのをね、ありますね。もうこれすごい、この靴ひも、まあ、ひもじゃないけど靴ひもって言いますね。靴ひもすごい良かったです。それはねお気に入りです。はい。で今で5個紹介したんですけど、最後にもう1個あって、それはもう出会ったっていう感じ、全シャリですね。やっぱり全シャリは桜庭知之さんが提唱してる、もうとにかく物を捨てて空間きれいにしましょうっていう、そうしないと運気落ちますよとか、うん、トイレ掃除しましょうとか、そのあたりの絡みもある、メソッドなんですけど、もうそれに出会ったことで家も片付けようっていう気になったし、いろんなことやるモチベーションも、ちょっとずつ メンタル闇気味あったんですけど、それも復活してきたので、なんか、生き抜き力が湧いたというか、頑張って辛いことをしなくても、まあ、生きてるだけでいいかなって最近思い出しました。で、何かしら自分ができることをその場その場で一生懸命やればいいかなっていう風に考えが変わってきました。前は お金稼ぐのが大事とか、そんな趣味ばっかりしてたらね、なんだろう、もっと収入上げたいとか、お金にならん趣味なんかしてみたいに思う一面もあったんですけど、もうそれが一切なくなって、心がまあ穏やかになってるっていうのが一番全シャリして良かったですね。うん、で全シャリするとその頼まれ事がやってくるらしいんですね。で私はそこまでまたじゃんじゃん来てないんですけど、友達とかからこれちょっとやってくれへんとかいう頼まれ事がねやっぱ来たんです。うん、それは一つの例は、友達がなんかちょっとねプレゼンをすることになって、でその、まあ、練習を一緒にしてほしいっていうか、誰かにね、誰か人がいないとやっぱプレゼンの練習ってなかなか難しいので、それをね聞いて、で私自身ちょっと人前で喋るととか結構平気だし慣れてたし、いろんな資格取った時にプレゼンの実技の試験もあったりしたので、こうした方がいいよとか、そういうのをね お伝えしたらすごいね喜んでくれて、相談してよかったって言ってくれたんで、あ、そういうのが頼まれ事なんやなっていうふうに思いました。で、頼まれ事っていうのはやっぱりその人じゃないとダメなことです。うん、例えば、まあ、仕事をしてるっていうことは世の中の役に立ってるっていうことで、まあ、その、まあ、対価というか、その代わりに報酬、お給料をもらってるっていうことなんですけど、まあ、多くのっていうとちょっと語弊があるけど、あなたじゃなくてもいい仕事かもしれないじゃないですか。うん。で、どこ落とした？うん。そうじゃなくて、友達とか知り合いとかが、まあ知り合いじゃないにしても、まあ、お願いします、あなたにお願いしたいんですっていうことが来たら、それを一生懸命やるっていうのが、まあ、生きる道なんかなっていう。ちょっとごめんなさい、これどっから話になったかな。あ、全シャリ全シャリの、そう、全シャリやってたらそこに行きつけるっていう希望を持ちました。うん、やっぱり今なんか生きる意味って何かなみたいなねのがあって、まあ、この YouTube は私の知ってることと、あとね、ちょっとね、また質問をいただいて、動画にできてないものもあるんですけど、レジンの作品のこととかもね、これからお伝えしていきたいなっていうふうに思うんですけど、そういう自分しかできないことを、頼まれることを引き寄せるというか、自分のやるべきことに気づかせてくれて、本当にね、やって自分が、あ、役に立って嬉しいなっていう、部分を気づかせてくれる入り口が全シャリやと思うんで、9月かな、あ、ちょっともしかしてこれ8月に出会ってたかもしれないんですけど、9月にすごいハマって今一生懸命やってます。一瞬で全部ね8割とか全部捨てて生まれ変われる人もいるんやと思うんですけど、ちょっとね私はねまだねいろいろ執着があってできてないんで、まあミニマリストさんにすごい憧れがあっていろいろ調べてて出会った全シャリなんですけど、
これをね続けていきたいなっていうふうに思います。以上ですね、9月のお気に入りを紹介しました。はい、まとめるともう一回おさらいしますね。ラシャスリップ、それからエアウィーブ、と iPhone11 Pro と翡翠光太郎さんのものの見方検定とシリコンの靴ひもでした。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録もお願いします。次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。